雨季です。今日は雨季ですじゃない、今から今日はですね、ずっと友達にいろいろインドネシアを車で案内してもらえるってことで、プラザインドネシア、ここインドネシアのど中心です。マンダリングランドハイアット、もうちょうど中心ってことですね。ここ、ここに来てます。お、ランボルギーニ、すごいね。おお。Yes. Is that a Sony? Yes. Is that a Sony? Is it good? Yeah. Action camera. I know. Yeah. How's the result? Sorry. How the result? A result? Uh-huh. And a check. Yeah. Very nice. SD? Check SD card. SD quality. Yes. Definition. Yes. HD. How long you been take it with it? 3 months? Only 1 year. Oh, 1 year. Yeah, 1 year. You already 1 year. Yeah. But, very nice. Oh. Today's? No, actually, this Lamborghini as a campaign about turn back the crime. Ah, complaint about. Campaign. Campaign. So this is the time for us to turn back the crime, organized crime, and other. Wow. Oh, you're from Korea? No, Japan. Oh, Japan. Nice to meet you. Okay, Santo. 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 What's your name? Makoto. Makoto-san. Yeah. Thank you. Nice talking to you. Thank you very much. Yeah.撮ったのだけね。取ったのをお金払うみたいです。羊の脳みそ、ブレインだよね。 Yeah, brain. Good brain. おいしい。美味しい、めっちゃ美味しいよ。It's not weird. 突然アウトスペースだって。うわー、かっこいい。めっちゃかっこいい。かっこいいなー。ここオキロバーク、オキロボックス。What? What? ジャパン。わかんない。This one is like puppet. ああ、影か。Famous in Japan, in Jakarta, it's called wayang. You can see. ああ、はいはいはい、これか。ああ、そういうことね。はあはあはあ。そうか、オールプライスインサウザント。サウザントつければいいんだ。100,000 40,000。だから40とか言えば今後いいんですね。100とか。インドネシアもだいぶスタイリッシュなお店がありますね。やっぱり。もう。やっぱ世界中どこでもセンスは一緒になってくるんですね。いいものがいっぱい。お金を出せば。なんだこれ、東京バイクって有名かな。100,000 yen 10万ぐらい。インドネシアブランド完全になった背景。 This one, the brand is Juara. Juara, インドネシア。I think it's also Indonesian. I forget if this is Indonesian, but also Indonesian. 今インドネシアでは塗り絵、大人用の塗り絵が今めっちゃ流行ってるらしいです。なんでもこれ可愛い。塗り絵するんだこれ。Relieve stress. Color me crazy. ああ、これも Like this. ああ、これでスケッチ。なんかすごく綺麗。おお、ああ、ナイス。面白いね、これ。
アクリルか。ノールドと対応するね。あ、オッケー。スープ and different? Separated? They get separated, yeah. Usually? Usually, yes. Yeah. Oh, it's new! Yeah! インドネシアはスープとセパレートで出てくるらしいです。昨日もそうだった。おー、ユーザル。ユーザル。ザルリ、友人のやっているお店ですね。ロキックス。ゴーボックス。結構いるんだ。ゴーボックス。ゴジェックの同じ色でこれ呼べると。こっからあれを全部運んで、2000ちょっと。円ぐらい。すごく便利ですね、ゴーボックス。そんな感じで積み込んで運んでくれます。今日も一日いろいろといろんなことを教えてもらいました。で、車で送ってもらってたんですけども、要は自分はもう山に行くんで、もう来月、再来月か、途中でわざわざ降ろしてもらって歩いてます。それぐらいじゃないと歩く機会がないんで、まあ、せめてもなんですけどね。で、またうちのバックパッカー宿の前が工事してるんで、違う道を多分通らないといけないんで、今道を調べてます。もう土日もいつももうほとんど渋滞ですね。聞いたんですけど、やっぱそうみたいです。